これより二人に剣気の才があるか否かを確かめる。ミオ、カヤ、感覚を研ぎ澄ませなさい。では開けるぞ。異能がない私は役立たず。きっと私、あのお母様の桜の木のようにいらない子なのよね。同じサイモリの娘として恥ずかしくないのかしら。幸せなんて知らなかった。ミア、ごめん。一縷の希望もいつも目の前で消えてしまったから。あの日、あのお方と出会うまでは。お前が新しい婚約者か。工藤家当主、工藤清香だ。綺麗な人。いいか、ここでは私の言うことには絶対に従え。おやおや、もしかしてまた婚約者に逃げられでもしましたか。旦那様が噂通りの人ならば、もうこの家にはいられないかもしれない。坊ちゃんはいろいろと良くない噂があるようですけれど、本当はお優しい方なのですよ。育ってきた背景が見えない。サイモリ家か。